皆さんこんにちは、高橋達也です。この前の動画でマルチェッロの発声についてちょっといろいろっていうか一種類ゴーゴーゴーゲイゲイゲイゴーゴーゴー の, 発声についてちょっといろいろ言ったんですけど、まあ、その後なんか 4,5 人からなんかこれは何のためにするのか、もし時間があれば教えてくださいということで解説したいと思います。そのゴーゴーゴーゲイゲイゲイゴーゴーゴーのあれは何がいいのかっていうと、ゴーゴーっていう時に何だろう、人がこう泣く時あっあっって泣く時に、ここがここの頭のこの何だろうなこの後頭部の上ら辺がキュッて締まるんですよね。上がって締まるっていうか、上がって締まるそのところがその声の集まるところで、その集まりを良くするためと、その集まりどころを分かる、理解するのに必要な練習です。でもその集まったところから、まあ、どう出していくか、またまあいろいろまあいろんな先生がいるので、まああるんですけど、とりあえずそのゴーゴーゴーゲイゲイゲイゴーゴーゴーはその集まった点とゴーの時にその声帯が上がんないように、その声帯がその一番この口の空間がこう一番広がる位置とその点を利用して歌うというのを理解するために必要な練習で、まあそのこれをしてアクードが出るんですかってなんか質問に返ってた人がいたんですけど、そのアクード出ます。そのあっあっってそのなんだ集まるところっていうのがもうすごく理解しやすいので、この練習は本当に本当マルチェロに出会ってこの練習をし始めてから僕の人生が変わったぐらい、そのアクードが出るようになったので、まあ、なんだろう、人それぞれだと思いますけど、まあ、これが100発100中、100人中100人がこうみんな出るようになる練習ではないと思うし、合う合わないもあると思いますし、それまでどんな先生についてきてどういうことをやってきたかっていうのもいろいろ合うと思うので、あんまりこう、100% アクードが出るようになるっていうのは言えませんけど、でも、なんだろう、マルチェロ・ジョルダーニとかルチアノ・パヴァロッティとかカルロ・ベルゴンツィとかマリオ・デル・モーナクとかミナ・テノール、フランコ・コレリとかミナ・テノールですけど、そういうなんかそういう、世界中で有名になったテノールの人がみんなそう、そこのプントその声が集まる場所ではみんな一緒っていうのは、まあ、多分本当に大事なことなんだろうなと思います。そのみんなが言うそのプントはここにあって、声が、まあ、パヴァロッティとかなんかうちの先生とかがよく言ってるけど、パヴァロッティがレッスン中に声は上から下に落ちてくるってよく言ってたらしいので、まあ、そのことも理解できるし、とりあえずそのプントはどことか、なんかみんな多分なんかここに上げてこう声を前に出してとか必死にこう喉を上げてとかやってると思うんですけど、まあ、なんかそのプントはここにあるよっていうのが本当すぐ分かるんですよ、ゴーゴーゴーゲイゲイゲイゴーゴーゴーの時に。なので、興味のある方は本当それ練習してみてください。変わるので。というわけで、今回はちょっと前回の動画のマルチェロの発声についての解説でした。この動画が良かったと思う方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、チャオチャオ。